今日やー、こっちみんな今日や。え、情けな、誰だ。ん、え、嘘だろ。マジで言ってる。キョウヤの他にキョウイがいるの？キョウヤ、一体何が？こんな時に、もういい加減に。今の俺に弱音を吐いてる暇はないよな。俺、最後まで頑張るよ。だから、もう少しここで待ってて、一緒にここから出よう。今度こそ、約束は守るから。そうだな。守らねえといけねえな、これは。約束守るよ、今度こそ。そして今日やさよなら。ここはなんだ、ランプ。ランプ、ろうそく、マッチを使って明かりにした。あー、そういうことね。ん？なんで今日や倒れたの？お！黒十字のナイフ。これなんか使う、そう、なんか埋め込むやつでしょ、きっと。武器とかじゃなくて。あ、でも俺分かったわ。あのね、俺の記憶が、どっか、いやーなんか俺の記憶がね、間違ってなければね、これを埋め込む箱みたいなのをどっかで見た気がする。あったかな？ほら。4つあるでしょ。これにこれをはめ込むんじゃねえかな。だよね、だよね、だよね。よし。お、かわいい。こんにちは、人形。こういうの市松人形っていうのかな。めちゃくちゃ踊ってんな。なんだ、マジで言ってる。これ何の意味があるの。ちょっと待ってね。これはあれだな。なんかの暗号だな。覚えよう。左、右、右、左、右、左、右、左、右。多すぎるな、ちょっと。あ、そっか。鏡だから反対にすんのか、全部。そういうことかな。右、左、左、右、左、右、左、右、左。これで開いたわ。なるほどね。複雑に作りやがって。クソ野郎が。黄金の書。ランクが上がった。呪いについて。黄色い洋書に紙が挟まれている。それには翻訳されただろう文章が書いてある。傭兵の月。月の力にて、幾いかなる魂も現世につなぎ止める呪術。月の加護を消し領域にて死すれば永遠にその息をさまよう魂とならん。満月の日、二重の血と心臓を持って陣を築き月の光を捧げよう。さすれば術はなされる。術者はこれをもって呪いそのものとなり果て、月はその心を映し出す呪いと化すだろう。ただし忘れるな、月の力の偉大さを。満月なれば生あるものも封じられ、いついかなるものも呪いに蝕まれん。また忘れるな、人間の愚かさを。呪いに蝕まれた者、己の影に食われしとき、解放を得られん。そして忘れるな、秩序を抗う虚しさを。魂の輪廻に背き、狂いし月の呪いに触れた魂に安息などありはしない。罪と影を宿し、神への道は儚いものと知るだろう。何言ってんの？その後は黒魔術に関する詳細や手引きが書かれている。これだ！これがこの屋敷にかかってる呪い。満月なれば、生あるものも封じられ、いついかなるものも呪いに蝕まれん。満月って、今日やの言ってた通りだ。今日やなんか言ってたっけ？これの通りなら呪いに影響を受けることで、外に出ることができる。カードや今日やみたいに。呪いにわざと書かれってこと？冗談じゃない！他に方法はあるはずだ。呪いを解く方法を探さないと。でも、この最後の一文。狂いし月の呪いに蝕まれた魂に安息などありはしない。気になるな。どういう意味だ。わからない。
もう何もわからない。儀式の計画書。黄金の書の通り、次の満月の日に儀式を決行する。場所は、御影の地下にある地下。地下にある地下じゃねえよ。御影、お、御影の間にある地下。元は防空壕として用意されたものだが、今は疲れていないので、周期に悟られずに、ことを進められるだろう。儀式で必要なものは、まず、より白となる生贄の心臓と陣を描く地、そして月の光。まずは生贄となる人間が必要だが、それはもう決めてある。二人もいれば十分だ。だが月の光は地下には届かない。しかし魔術書にあった月の護法陣を用いれば、月と地下の魔法陣を結びつけ、守ってくれる。何言ってんだろう。ならばそれを月の光が当たる場所で描けばいい。儀式は成功し、術が、術が完成さえすれば、月の光が断たれたとしても、より城の守りが弱まるだけ。だが地下のより城が破壊されたら全てが終わる。地下への入り口を厳重にしなくては。やるべきことはまとまった。術を完成させ、その後この屋敷でさや子と共に生を捨てるだけだ。地下、確かに鉄格子の奥に扉があったな。あの奥に呪いの元凶であるより城があるのか。それとより城を守るための月の護法陣。いろんな部屋で見かけたあの変な模様のことだよな。マジで何も覚えてない。地下の呪いを解くにはまず月の護法陣をどうにかしないとダメみたいだな。なんとかあれを消す方法を見つけないと。ふざけんなよ。やること多すぎだろ。あ、待って、パズルピース2。これずっと欲しかったの。やった。これを手に入れただけでも十分だ。まずこれだな。わかったわかった。まずパズルピース2を使ってパズルを解きます。解いてから後のことは考えましょう。月のご法人とかようわからんことは後回しだ。とりあえず、わからんすぎるから。ここね、前来た時に1個しかなくて、どうやってやるんだろうって。よし、持っていたパズルをはめ、外したパズルを手に入れた。並び替えてみよう。わ、マジで。並び替えあんの？俺、こういうのが一番苦手なんだが。待ってね。え、これってさ、普通に、あー、そうやって、あー、これだったら簡単にできるね。まあ、これはここだろう。でーねー。これはここだな。で、これはここ。よし、ちょっとずつ揃ってきた。で、ここを入れ替えればできんじゃね？パズルピース3。パズルピース4。え？おお、素晴らしい。あったぜ。緑の日記に。9月12日、旦那様が次の満月の日に黒魔術を行うとおっしゃられた。最初は理解できなかった。でも、日に日に弱っていく旦那様のお顔を見ると、冗談を言っているようにも思えない。旦那様の奥様に対する思いは分かっているし、その覚悟も感じられた。計画の内容は恐ろしかったけど、私も罪に加担した身、もう後戻りはできない。なるほど、御影家の呪いのことだな、多分。9月17日、満月の日まであと数日。旦那様は地下で着実に儀式の準備を進められている。私も旦那様に従い、ことを進めている。そして明日、旦那様は黒魔術の生贄として例の学生を呼び出し、自らの手で、今の旦那様は以前のような優しい面影が感じられない。それでも、私は旦那様と罪を重ねていく。そう自分で決めたから。なるほど。おっと！誰かいた。これが多分、罪をかす、さっきの緑の日記を書いた人なんだろうな。よし、これで、秋人さん。兄さんだな、多分。学生殺してるね。奥様お待ちください。めっちゃ来たな。秋人さん、何を、その子たちは。小勢、誰も入れるなと言っただろう。申し訳ありません、旦那様。ですが、奥様が。秋人さん、どうして。小勢も説明してちょうだい。すまない。え？あ、気絶させたのね。奥様！彼らの遺体を運ぶ。小勢はさや子はあの部屋に。満月の日まで彼女の面倒は任せる。はい、かしこまりました。まあ、呪いを、なんか伝染しないためにもってことなのかな？わかんないわ、もう。お願い、ここから出してちょうだい。申し訳ありません。旦那様のご命令で奥様を出すわけには。どうして？あの人は何を考えているの？あなたは知っているのでしょう。旦那様の許可がない限り言うわけには。待って！お願い、せめて私の日記帳を持ってきてちょうだい。え？日記帳でございますか？なるほど。
日記にそれを記したってことだな。お願い、せめてあれを。お願い、お願いよ奥様。またか。なんなんだこりゃ。封印について。封印の札、以前教会にあった書物にて気になる記述があったのを思い出した。聖なる魔術により作られた札を使えばあらゆるものから守り、悪しきものを近づけないと。その封印を解く方法も特殊だ。神聖な力で清められたものでないと封は解けないらしい。神聖な力で清められるもの、水や水晶などといったものだろうか。そのものは滅多に手に入るものではない。もしかしたら地下のあの場所を封じるのに使えるかもしれない。その札を上禅にでも利用しようか。上禅の札って地下の扉で見かけたあの札のことか。確かにあの札と同じものが2階の金庫にもあったな。厄介だけど封印の札を解くものも見つけないと。そうだよね。ようわからんけど、それをなんとかしないとダメなんでしょう。小箱には何かをはめるようなくぼみが4つある。また4つ？また4つあんの？ちょっと待って、でもないよね、4つ。あ、これ？パズルピース4つあるけど。絶対違うよな。ただの数字だった。もう、最悪だ。取れないかな。この石まだ何かに使えるかな。あ、よかった。取れるね。これをちょっと取って、ちょっと戻っていこう。これで、あれ？これか。人形にはネジがついている。ネジを外す。ああ、わかった。俺さ、わかったわかった。めちゃくちゃわかった。あれだ、あれ。ちょっと待ってね。どっかにね、人形あるんすよ。どっかに。マジで覚えてないけど。どっかに人形があって、その人形がね、ネジをつければ動かせるネジ付き人形だったわけ。それだ。そこに俺ネジつけてね、どっか旅立っちゃったからあれなんですけど、そのネジをうまく使えば、これ外して、逆にこっちつけると何になる？うまく余ったはずだけど。あれ？これ、もう一個もしかしてなんか。いや、わかんないな。でも。うわ！え？え？もしかしてこれが呪われる人形の噂の元になったやつか。やっぱりしようもない噂も混じってたか。いや、めちゃくちゃびっくりしたわ。はぁ？ふざけんなよ。いや、マジで今、うんこ漏れそうになったよ。びっくりしすぎて。バビオンだよ、バビオン。ふざけやがってよ。やめろよ、そういうの。俺意外と怖がりなんだからさ。でもとりあえずなんとか金のネジを手に入れたんで、多分金のネジを多分、埋め込めばなんか手に入るのではないかなという予想を立てました。待たせたな。これだ。で、これをつけたらなんかが出るでしょう。ほら。ルビーの宝石だよ。何に使えるか知らんけど。でもひし形だな。ルビーの宝石。ルビーの宝石はね、どこにあるかもうわかりました。こっちですね。ここの暖炉じゃない？あ、暖炉ないわ、ここ。こっちかじゃん。ここの暖炉にね、ひし形のくぼみがあるんですよ。ここに多分、つけれるよね、やっぱり。なんだ？え？何した今？おめえさん一体何したんだい？あ、待って！ここ開いたんだけど、今。ここに何か、あったでー。はいはいはい。並び替えね。また並び替えね。いや、まあわかりますよ、なんとなく。これはこうでしょう。違うかな。多分雰囲気的にそうだと思うんだけど。こうでしょう。お、揃ってきたね。あげました。
ここに何かある。お、隠し部屋だ。やっと進んだぜ。なんだ？秋人、さやこ、ついにこの日が来たよ。これで僕たちは永遠に。さやこ？どうした？自殺？さやこ、そんな、なぜ、こんな、僕はただ、一緒にいたかっただけなのに、それだけなのに。旦那様、準備が整い、奥様！僕は、え？ここで死んだの、さやこは。じゃあ。なんかある。日記でしょ、絶対。聖書！浄化の炎。古来より、あまたの儀式で炎は使われる。炎は魔を払う力があれば、月光と同じく清める力もあると言われている。それは現世のものではないものであっても同じ効果をもたらす。悪しき呪いに触れた魂は汚れた存在となり、昇天が難しいとされる。たとえ呪縛から解放されたとしても、精神に影が宿り続け、蝕んでいくだろう。だが浄化の炎を持って魂を浄化すれば、魂を清め、いついかなる魂も炎とともに天へと返す。魂を蝕むすべての因果を聖なる水にて清め、後に炎を持って呪いを打ち払え、さすればいついかなる魂も救われ、神のもとへと召されるだろう。またおじさんなんか見てんな。呪いについての最後の一文もそうだったけど、もしかしてここで死んだ人間は呪いを解いただけじゃ救われないのか。じゃあカケルたちは。でも俺がこの浄化の炎で呪いを解けば、この屋敷から解放されるはずだったら、やるしかない。少しでも可能性があるなら、一緒にこの屋敷から出るんだ。炎どうする？聖なる水、確か手に入れた資料でそんな記述を見たよな。それが手に入ったら、屋敷で見かけたご法人を浄化できるはず。最後は地下の魔法陣に、そして呪いの原型を燃やせば終わる。あとはもう動くだけだ。まずは聖水を手に入れないと。聖水？ちょっとゲップ出ちゃったけど、聖水なんてどっか、え？何？まだ終わってねえっていうの？おいおい、もういいよ。聖水なんてねえってどこにも。ちょっと待って。思い当たるものがないぞ、どこも。ん？鍵を開けた？あれ、俺ここ開けてなかったっけ？え？あ！誰かいる。とても強い月の光が差し込んでいる。え？入れない。昔の化粧台。え？俺ここ来たことないっけ。新しい場所か。でも俺これ見たことあるんだよな、なんかどっかで。どうすればいいの？なんだ？しばらく置く必要がありそうだ。なんか剣を置けたんだが。なにこれ？え？かける？今のかけるか？いないじゃん。おい、気のせいをやめろ。気のせいじゃん。出てくよ、もう。かけるだ。許してくれないよな。まあお前がやったことはな、だいぶ罪だからな。まあでも呪いは解こうよ、なんとか。ナイフが白く輝いている。白十字のナイフを入手した。これで本当に封印の札が解けるのか。一応試してみるか。まずは聖水を手に入れないと。ね、聖水ってどこにあんの？ねえ。これじゃねえ？金庫は札のようなもので封がされてる。鍵はかかっていないのになぜか開けられない。見つけたー！これだ。これに使うとなんか大きいんじゃない？本当にライター、やった。金庫の中には聖水らしき瓶と手紙らしきものが入ってる。ああ、疲れた。もう死ぬかと思った。
古い手紙を入手した。もう若干 80% 意識失ってましたね。見つけた、かすかな希望、これに託す。私はこの、御影家に仕えるもの、なぜか外に出られず、今屋敷は、凄惨な状況に陥っている。私は覚悟を決め、この惨劇を止めるべく動くつもりだ。そのため、動けぬ主を地下にかくまい、守ることにした。だが、最悪の場合、私はこの世にいないだろう。だから誰でもいい。私の代わりに地下にいる主を救ってほしい。地下の鍵は私が持っているが、助からないと悟った場合は、鍵を彼女から隠すつもりだ。無理を言っているのはわかる。だがこの屋敷の異常な空気に私も押しつぶされそうなのだ。唯一の希望である、孫娘のヨシコは助かっただろうか。彼女の安否が気がかりだ。死んでます、きっと。しかしなぜ、なぜこんなひどいことをするのだ、小杖。小杖なの？あれはダメだ、捕まったら。ご法人、まずはそれを何とかしないと。待て。いや、待て。ちょっと待ってくれ。ちょっとセーブだけさせてくれねえか。おいおい、それは聞いてねえわ。ああ、逃げゲーなのね。逃げゲーなんだ。ああ、そうなんだ。ちょっと待って、心の準備ができてないかな。ご法人って何ですか？ああ、ご法人ちゃんと聞いてなかった。ご法人こっちじゃない。え、やばくないこれ。大丈夫、来てない？ここ？ご法人そっちじゃない。どこ？ご法人どこ？まだ来てない、まだ来てない。大丈夫、大丈夫。ああご法人ここ？ここ？あ、ここだ、ご法人。あ、そういえばなんか取れなかったね。てか、小杖だったんだ。儀式は中止にする。え？さやこがいない今、もう儀式の意味なんか、僕は何をしてたんだろうな。あ、秋人は儀式やらなかったんだ。神に背いてでも共にいたかった彼女を最終的に追い詰めたのは僕の行いだ。罰が当たったんだろう。旦那様。もう終わりだ。もう。終わってません。私がいます。小杖。私はこれからも旦那様のおそばにいます。どんな時だって私がずっと。だから、小杖は秋人に恋をしてたんだ。小杖にはこんな僕の愚行に付き合ってもらって悪いとは思っている。すべては僕の責任だ。君だけは普通の生活が送れるよう、何としても計らう。それは誓うよ。でも、僕はさやこしか。ちょっと待って。小杖なんじゃないの、さやこやったの。小杖。本当にすまない。どうして？どうして？小杖！私だって、旦那様を支えてきたのに、辛い時。ずっとおそばにいたのに、どうして少しも私を見てくれないの？そんなに奥様が。小杖、君だったんだ。亡霊、すべての元凶は。奥様はいない。それでも、旦那様はきっと私を見てくれない。一生奥様しか愛せないのなら、私が奥様のようになれば、奥様になれば、愛してくれるかしら。小杖を愛してくれなくていい。ずっと旦那様のおそばにいられるのなら何でもいい。ずっと一緒にいられるなら、あなたに見つめられるなら。だから小杖が個人的に呪いを使ったんだね。さやこなら愛してくれますよね、秋人さん。なるほど、成り代わりか。とんでもないことしたな、小杖。セーブだけしとこう。さあ、なんかあるぞ。緑の日記さん、ここで。9月22日、旦那様には内密に奥様の日記帳を取りに行った。ああ、言ってた。あまりにも奥様が必死に求めるものだから、私は興味を持ち、つい読んでしまった。奥様の秘密や心情、そして旦那様との今までの思い出、私の知らない旦那様がここにはあった。奥様だけが知る旦那様、奥様だけが。哀れみより、ただ、羨ましかった。自分の犯した罪を忘れ、代わりに罪を背負う旦那様に守られている奥様。それに比べ私は何？旦那様は私を協力者として求めても、一人の女性としては求めてくれない。旦那様と罪を分かち合っても、気持ちは分かち合えない。どんなに頑張っても、本当に欲しいものは手に入らない。私が欲しいものを全て持っている奥様。そんな幸せな奥様のためになぜ、私ばかり落ちていくの？私がどんなに努力しても、あの人には叶わない。奥様がいる限り、私は。日記を読んだ後のことは、あまり覚えていない。
気づいた時には奥様は私の足元で動かなくなってた。でもこれだけはしっかりと覚えてる。奥様は最後出会った時と同じあの優しい顔で笑ってた。なぜかはわからない。今自分が泣いている理由もわからない。明日は満月、奥様はもういない。なるほどね。そういうことだったんだ。これをこれに聖水使えばいいの？何も起こんねえじゃねえか。ああ、なんかずらせたわ。ハンドル？え？ああ、わかっちゃったな。これじゃん、絶対。ここに、なんか、まあ、そのさっきの、拾ったハンドルをやって、待って。線が結ぶ回数通りに作動させること。なんどういうこと？てるやつで何も、あ、聖水かけた。あれさっき俺かけたんだけどな。あ、でもなんとかなったな。ご法人が消えた。次は3階のご法人を消しに行かないと。あ、なんかあったね、ご法人的な何か。ご法人消しゲーか、まさかの。でもその前にね、俺ちょっと知りたいこと、もう来る？これをやりたいのよ。待ってね。ちょっとまだ来ないでほしいな。ちょっと、あれ、ハンドル。これでしょ？これなんかできるよね。どうやってやればいい？わからん。全くわからん。全くわからん。やべえ、逃げられねえ。しかもなんか友達から電話かかってきた。ああ助けてください。マジでちょっともう来てるよ。もう来てるって。ということでさ、ここのクロスになるじゃん。反対説ないか。てか右が2で左が4階とかじゃないかなと。ほらね、やっぱりそうじゃん。もういらんことすんな、マジで。作ったやつよ。どうすればいい、どうすればいい。もう来てる来てる。セーブがない、セーブがない。ご法人そっちじゃなかった。ここご法人そっちじゃない、ご法人そっちじゃない。危ない。セーブしたかった。あー、セーブしたかった。やばい、セーブしたかったけど、セーブし忘れたな、これ。あー、やばいな、これ完全にやばいな。これもう来たら終わりだぜ。来たら終わり説あるぞ。はい。あ、ここご法人、ここ。あ、ここご法人。ちょっと待って、やばい。今来たらやばい。今来たらやばい。白の日記、今読むか、読むか。じゃあ7月4日、明人さんからこの日記帳をいただいた。記憶が欠如して不安なら、これからはこれに書き留めればいいと。明人さんにはいつも心配かけてしまっているわ。学生たちも心配してくれているみたい。それなのになぜこんなにも心がざわつくのかしら。7月5日、今日梢に部屋に飾られていた花について聞いてみた。梢はさっき私がその花をいけたと言っていた。私はそんなことを覚えていない。7月8日、病院に通い続けた結果、なんてこれ読むのこれ。地方だと診断された。絶対違うけどな。母も患っていたあの病気、あの事故の衝撃で、私も発病したのではないかと。今日はあの学生が会いに来た。あの目が怖い。7月10日、今日目が覚めると、明人さんと梢が横にいてくれた。いつも優しい二人だけど、何かが違う気がする。いつも来てくれたあの学生が来なかった。あの学生、どんな顔をしてたかしら。思い出せない。8月19日、今日は明人さんの名前が一瞬わからなかった。怖い。このままだと自分のことや大切な人を思い出せなくなるのかしら、母のように。9月12日、最近明人さんは何かを調べてばかり。問いかけても何も教えてくれない。何か隠しているように思える。でも私も病気のことはまだ言えずにいる。私はどれだけあの人の負荷になるのかしら。9月13日、今日はよしこと出かける約束を忘れ、ヤクモの名前もすぐには出てこなかった。私にとって当たり前のことであるはずなのに、書いて留めておかないとまた忘れてしまう。覚えているうちに書かないと。だから日記を書いてんだ、こんなに。大丈夫、この日記があればまた思い出せる。忘れたりなんかしないわ。それ以降は持ち主の思い出が書き尽くされている。よかった、まだ来てない。安心。ちょっとセーブだけしよう。マジでセーブだけしとこう。ここに魔法陣はあるよね、きっと。あった、魔法陣。ここか。ここに聖水ぶっかける。これで。
どうなる。ま、ご法人消えた。これで全部のご法人は消えた。残るは元凶の魔法人だけ。あとは地下へ。やべ、ちょっとさ、地下の生き方忘れちゃったんだけど大丈夫かな。もう、早いってくんの、マジで。ちょっと待って、マジでさ、本気で言っていい？本気で地下の生き方忘れちゃった。うわぁ！びっくりした。旦那様、奥様、誰か、誰かー！小勢でしょ？よしこはどうしたのだ？よしこ？なぜこの部屋が？ヤグマ様、私、シーツを取りに、扉が開いてて部屋が、旦那様が倒れてて。落ち着きなさい。でもさ、なんかさ、小勢なんか、あれんじゃない？変装してなかった？これは、サヤコに、サヤコがここ、なぜサヤコがここに、実家に寄生されていると。サヤコに変装してんじゃないの？二人とも死んでしまったの？サヤコ様はもう、ん？よしこ、秋人様は大丈夫だ。怪我はしているが気を失っているだけだ。ん？いや、小勢さんやめ！何が起こっているのだ？小勢だと？いや、何？私怖いわ。しっかりしなさい。いいかい？よくお聞き。お前はまず外に出て助けを求めなさい。私は秋人様をどこかにかくまう。秋人様をおぶった状態で山を降りるのは難しいだろうからね。でも、私たちのことなら案ずるな。お前は私の孫だろう。自分のできることを全うしなさい。おじいちゃん。やばくない？これ。ここに小杖来たらもう終わりだよね。おじいちゃん、私、奥様を客室に運んでから逃げるわ。こんな場所に奥様を一人にしたくないの。急ぎなさい。大丈夫？これが襲われる元凶とならんといいけど。奥様、なぜこんなことに。あら、奥様のポケットに何か。そんな、奥様。そんな。何？どうしたの？ポケットに何入ってたの？何が起こるかわからない。今はここに。これはちゃんと旦那様に渡さないと。え？何を渡そうとしたんだ？今のは。いや、今のはって、ちょっと待って、地下どこだっけ？マジで地下忘れちゃった、地下の生き方。ね、地下どこだっけ？ここ？ここだっけ？見かけの間に行かないと。見かけの間ってどこだっけ？マジで。ごめん、マジで忘れちゃった。こっちじゃない？あ、ほんと？ここら辺？見かけの間ってどこだっけ？マジで。ね、見かけの間ってどこだっけ？え？こっち？こっちか。ね、見かけの間ってマジでどこ？あ、ここ？見かけの間。あ、ここじゃん。地下への道は閉ざした。これで見つかることはないわ。小杖。秋人さんどこにいるの？これで私たちずっと一緒にいられるのよ。偏ってんな。しかも小杖の変装。お！あ、よしこ！ぐっ！だって、あた、し、よしこ！どうしてみんなを、おじいちゃんまで、それにその姿、なんで奥様の、それで奥様になったつもりなの？おじいちゃんもやられちゃったんだじゃ、結局。さい。旦那様に何をしようとしてるの？もういや、やめてよ！こんなの来るって。うるさい！ずいぶん長い剣出したな。よしこー！小勢、よしこ、お前。うっ。誰にも、邪魔させない。私はあの人と一緒になるの。ずっとこの場所で。よしこー！小勢だけどな、今の。叫んだから気づいたわ。ねえ、どこにいるの？秋人さん。いや、怖すぎるな。ってことはここになんかあるな。錆びた鍵。これがもしかしたらあれかな。地下の、あれを開ける。うわ、もう来てる。早いな、くんの。おめえ、早えよ、くんの。ちょっと待って。うわー、セーブ！
ったら僕は何かミスをしてる。重大な何かを忘れている。で、白十字。はい、完璧。で、さらに月の鍵を開けちゃっての。はい。で、これで出る。はぁ、疲れた。まだなんかあるよ。これか!おいおいおい、何させるんだ、今度は。くそ、こんなところで。待て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 。勘弁してくれよ。来るな!なんだ?あ、秋人だ。お前の大好きな秋人だぞ。今だ、呪いを浄化しないと。喰らえ、聖水。あとは浄化すれば。浄化。これだろ、ミツルの傘。っていうのは冗談だ。ん?なんだ、黄金の書でも使うか?え?何?何?燃やす?あ、マッチ?マッチで燃やすってことか。終わりだ!小杖!てめえの呪いの因果は、俺が解き放つ!いやー!あ、あ、あき、あ、あー!女の嫉妬の怨念は、怖いものだな。助かったぜ、秋人。ありがとう。終わった、のか。の!まずいぜ。もしかして呪いを燃やしたせい。だったら、まずい!早く出ないと!え?何?ああ、まだ出れる?出れるチャンスある?ああ、よかったよかった。出れるチャンスあるのね。オッケー。出ます出ます。出ますから。もう随分燃えてんな、これ。そのまま出口でいいんだよね。おう。火が強くなってる。うん。くそ、あと少し。あ!かける!お前が案内してくれるというのか。案内されなくても分かってはいるけど。正直。出口までの道は俺は分かっているけど。あ、でもなんかみんないる。あ、お前ら!おい、お前ら。今日山でもが協力してくれてる。おじいちゃん!あ。そっか。俺が呪いを解いたから、ありがとうみたいなことかな。呪いの因果は俺が解き放ったってわけだ。さらば青春!やった、開いた!やっぱカケルもここにいたんだな。屋敷を出た後のことは覚えていない。裏山に着いたあずさたちが火事に気づき倒れていた俺を見つけたらしい。意外にもあずさが活躍せんかったな。最初だけだったわ、出てきたの。また不思議なことに消防車が着いた頃には炎は鎮火していったようだ。あの屋敷だけを燃やし尽くして。その後入院した俺は警察からの事情聴取を受け真実を話した。全部は信じてもらえなかったけど、キョエヤの家からは父親の遺体が見つかり、屋敷跡には複数の人骨が発見されたらしい。この奇怪な事件は、世間に内容を伏せる形で処理されることになり、亡くなったみんなの遺体もそれぞれの家族に引き渡された。そしてカケルも。で、ミチルは記憶を取り戻したんだよな、きっと。よし、こんなもんか。あ、あずさ。あ、退院の準備終わった?めちゃめちゃ噛んじゃったわ。ああ、あとはお世話になった看護師さんへの挨拶とか、受付を済ませないと。さっきおじさんがしてたよ。準備が済んだら駐車場に来なさいって。父さんが、そんなことまでしてくれなくても。一緒にいなくても、おじさんにとってミチルは大切な息子なんだよ。おじさん、結構警察への対応とかも陰でやってくれてたんだよ。そっか。じゃあ早く行こうか。あ、おばさんのところには行かなくていいの?同じ病院にいるんだし。また日を改めていく。葬式に行けなかったから、今はみんなの家を回りたいし、それに、今日は父さんの家に行く予定だし。あ、私も行っていい?私もカケルにお線香をあげたいから。なあ、一緒に行こう。生き残ったのはミチルだけか。その後、改めて父さんやあずさからカケルのことを聞いた。今まで、俺や母さんのことを気遣って、カケルの話は避けていたらしい。未だに、あの屋敷での記憶しか戻っていないけど、それでも、自然と懐かしさは込み上げていた。
皆も、この忌まわしい場所から解放されたのだろうか。俺にできることはもう、それを願うことだけだ。今回の件で、一人生き残った俺を、かけるを救わなかった俺を誰も責めたりはしなかった。時が経てば忘れる。むしろ、忘れた方がいいとも言ってくれた。でも、俺は満月の日が来るたびに、あの日の出来事は忘れることはないと思う。いや、忘れはしない。自分の犯した過ちを、かけるのことを。だから俺は今日もあの曲を聴いている。かけるが好きだったというあの曲を。なんだ？あー、月光だ。はい。ってことで、クルイズキーでした。いやー、なかなかすごいゲームだったな。秋人の呪いじゃなくて、あれだったんだね。その執事の女の人の呪いだったんだね。もう名前忘れちゃったけど恐怖から解放されたのかわからんけど、なんかもう名前忘れちゃったんだけど。はぁ、怖かった。すごいゲームですねいやー、でもなー、最後逃げゲーになるとは思ってなかったからさ、正直こういう、なんだろう、ちょっと探索ゲーみたいな要素が多かったからさ、まさかそんな逃げる要素出ると思わなくて、最後の方本当にカットしただけでめちゃくちゃゲームオーバーしましたから。はい。はぁ、すごいなー、疲れちゃったもんどっと疲れちゃったよもう。ノーマルエンド、消えぬ満月。あれ？何ノーマルエンドって。嘘だろ？